おはようございます。フラン大学生ボットモザイクです。今日はですね、中毒うなぎという YouTuber について紹介していきたいなと思います。この人はですね、今画面に映ってるんですけど、登録者13万人超えのボイスボックス系の YouTuber で、寸劇みたいな、結構下ネタ多めの内容の寸劇みたいなのを投稿されてる方なんですけど、内容に関しては、正直、アギリサンポさんっていう方がいて、この方男性の同じくボイスロイドコント系の動画を上げられてる方の、パクリみたいなサムネと内容で、すごい意識されてる方なのかなっていうふうに、意識されてるんだなっていうふうには思いますね。で、この2人を比較したときに、この人は普通に下ネタで確かに面白いんですけど、笑えるんですよ。でもこっちのうなぎの方は、すごいやたらとタイトルとかサムネとか、あと中身の部分も結構生々しい下ネタが多くて、ちょっと AV ですかみたいな、そういう感じなんですけど、突然ですね、この方が、実写動画を上げ始めたんですよね。こういう、ちょっと胸をすごい強調したような実写動画。これ画面見切れてるので、ちょっと調整するんですけど、ごめんなさい、もう限界ですっていう、3週間前の動画もそうですし、今日、8時間前に投稿されたこの見ないでって動画もそうなんですけど、突然実写動画を上げられてると。これに関して私が思ってることを今日話すっていう感じで、いやなんて言うんだろう。これってそのパターン分析があって、このサムネに映ってるこの人っていうのが、その胸に詰め物をしている男性の可能性っていうのが、若干あります。で、その場合だとしたら、それはある意味僕はすごいなっていうふうに思うんですけど、結構すごい、そこまでやるんだなっていう、すごいある意味頑張ってるなーっていうふうに思いますね。で、二つ目が、胸に詰め物をした女性の場合ですね。で、この場合は、この場合はさっきと違って、そこまでして、弱者男性受けを狙いたいのかみたいな、ちょっと気持ち悪さが混じりますね。で、最後の可能性として、単純にその胸が大きい女性の場合。で、今回はこの三つ目のパターンについて話すんですけど、いや、本当に気持ち悪いなと思ってて、明らかにですけど、これチャンネルの内容としてはすごい男性向けだし、これ内容は多分、ね、男性が考えられてるようなシナリオっていう感じじゃないですか。で、それに対してなんで女性がいるのってなった時に、おそらくこの投稿者の恋人とか友達とか知り合いとかわかんないですけど、あの動画のね、アイデアを考える人とは別に、これ女性を連れてきて、ちょっと出てくんないみたいな、グラビアアイドルとかセクシー女優かわかんないですけど、顔出しなしでいいから出てくんないって言って頼んで、出演させてるみたいな。そういう可能性がね、大きいんじゃないか。つまり、チャンネル運営を複数人で行ってる可能性っていうのが、高くなってくるんですよね。で、で、こういうの、確かに、こういう下ネタ系のボイスボックスみたいな、面白いのかもしんないけど、もう、過剰にその弱者男性向けのエロで釣りまくって、で、最後にそのエロだけでは終わらず、その動画内のストーリーとしてのエロだけでは終わらず、この投稿者も、エッチな女性ですよみたいな風なアピールして、で、人をどんどん集めようとしてるっていうのがもうね、姑息すぎるっていうか、もう気持ち悪いんですよね。正直言って不快ですね。あんまりこういうこと言いたくないんですけど、正直その動画に関しましても、今ね、早稲田大学のね、理工で、頑張って勉強されている、ぼっち大学生ゴワゴワさんの最新の動画の方が、何十倍もね、何百倍も面白いし、もうみんなね、そっちを見るべきなんですよね。何度も言ってるんですけど、こういうね、さっき言ったこのチャンネルが複数人で運営されてるって、つまりは、強者男性と強者女性が運営してるんですよ。強者男性と強者女性が弱者男性をたくさん釣って、お金に換えるためにこういうチャンネルをやってると。そういうのに引っかかって、いつまでも時間も労力も無駄にしてね、メンバーになってる人もいるんでしょうか。そういうお金も無駄にして、吸い取られて、搾取されて、それで一時は楽しいかもしれないですけど、そういうね、そういうことしてるから、あなたたちが生きづらい、この社会っていうのは、どんどん作られていくわけなんですね。フェミニストにツイッターで文句言ってる暇ないんですよ。フェミニストは別に、弱者男性が生きづらい世の中作る、そんな権力持ってないですから、あなたたちがこうやって投票行動によって、強者男性とか強者女性の肩を持つことによって、あなたたちのような、私も含めた弱者男性っていうのが生きづらい世の中っていうのが作られていくんですよ。ゴワゴワさんとかさ、リップマンさんとかさ、面白い動画を頑張って投稿されてる、陰キャー系、弱者男性系の YouTuber の方がいるのに、そういうのをね、一切見ないで、自分が弱者男性であるってことから目をそらして、こういう、強者男性が作ったコンテンツを、消費すると。それがね、本当に愚かで、本当に頭の悪い
行為だってことを皆さん本当に反省していただきたいなと思います。てかもう内容が過激すぎてさ、なんか俺もバンされそうで嫌なんですけど、まあそれはちょっと置いといて、まあそれはちょっと一旦話はちょっと飛ぶんですけど、じゃあ今度はねこの中毒うなぎさんのツイッターでの反応を見ていきたいなと思います。はい、こうやってキーワード検索すると一番上に出てきました。ボイロ投稿者の、あ、ボイボ、ボイスボックス投稿者の炎上とその後の対応。12月、中毒うなぎ、誠意ではなく乳を見せた。まあ、だから胸を見せた。1月、耳、燃料が絶えず再起不能。2月、あぎり散歩、さっきの人ですね、即けじめ。ということで、まあ、このね、この中毒うなぎさんが乳を見せた中毒うなぎが唯一生き残っているのが風刺ポイントということで、所詮ね、弱者男性はそういう、まあ、あの甘い蜜というか、そういうのに釣られてしまう愚かな生き物なんだということをね、まあ、すごい風刺されてますよね。でも、まあ、同時にね、批判する声もありますね。中毒うなぎさん、なんだこれ、東北界隈、合成音声界隈に何てものを持ち込んでくれたんだ。ゆかりさんだけに関わってこないでくれ、頼むから。ゆかりさんっていうのは、まあ、これまたあの合成音声の、あの、ボイスボックスじゃなくて、ボイスロイドのゆかりさんのことだと思いますね。このボイスロイドのゆかりさんの声は使わないでくれと。この界隈を汚さないでくれと。そういう、あの、切なね、メッセージが、あの、発信されています。はい。まあ、他にもですね、キリタの名前を使っておきながら公式ボイスを使ってない動画も、とか、いろいろとね、まあ、批判結構意外とされてますね。うん。まあ、こういうなんかその炎上商法みたいなのもあるのかもしれないですね。うん。はい。で、これでは最新のツイート、それではね、最新のツイートの方を見ていきましょう。中毒うなぎさんの動画どうなってんだよ、これ。登録解除しよう。あまり否定的なことを言うと信者がぶん殴りに来るから気をつけよう。こういう系統はもう、青梅さんぐらいしか見れないのかな。メルローさんと青梅さん以外でおすすめの投稿者いないかな。ということで、まあやはり先ほどのね、まあ胸を明らかに強調するっていうのは、さすがに露骨すぎて、まあこういう、わかんないですよ。まあ陰キャ系の人、というかまあ視聴者の人からもまあ離れられる原因になってるみたいですね。中毒うなぎの動画好きだったのに投稿者が女を前面出しすぎてきつくなった。目に入るのもきちいからさよならだわ。ということで、まあ登録解除しますと。まあ、そういう、まあ、遠回しですけど、そういったね、投稿がまたありますね。そういえば YouTuber でずんだもの動画よく見るんだけど、朝中毒うなぎさん動画出てきたけど、あれはすごかったね。何がという前に最近夢の方が亡くなってメニューが減ったから見たけど、動画の内容癖がありすぎると思うけど、まあ面白いよね。というふうに、まあ、評価する方もいるみたいですね。はい。あとはまあツイートですね。え、中毒うなぎさんって女性なの？この女性の、この巨乳の方が5億年しこりボタンと考えたの？え、本当？はてなはてな。ということで、中毒うなぎさんが本当に今までの動画のプロットを書いてたのかっていうのを疑う声もあります。まあ自分もね、ちょっとそこはだいぶ怪しいんじゃないかなっていうふうに思います。どっかに、まあ絶対嘘というか、こう、歪みが生じてるんじゃないかっていうふうに思ってます。はい。俺は一貫して中毒うなぎ男だと思ってる。なるほど、なるほど。ネカマ説を唱えてる人もいますね。中毒うなぎさんと身長同じでなんか嬉しい。はい。キモいですね。はい。で、またわけわからん時間に中毒うなぎさん動画が上がって寝不足の勢いに見たけ気づいたら僕は免死サブスクして入社していた。この免死サブスク入社はよくわかんないと思うんですけど、これはあの YouTube のメンバーシップ、つまりメンバーになのサブスク、あのサブスク、まあ課金、まあ課金をしたと。で、入社っていうのがこのメンバーに入ることは入社っていうみたいだったんで、まあ入社しましたよと。そういうことですね。はい。まあ他にもなんかいろいろありますね。まあ私としてはね、先ほども言ったんですけど、まあこの方のまず動画、このネタ動画はね、まあさっき言ったあぎり散歩さんのまあパクリというか、まあそういうのにだいぶ近い上に、まあ内容もね、なかなか、なんて言うんでしょう、より過激なもので、まあサムネとかもね、まあなかなか気持ち悪い内容のものが非常に多く、その上、まあ、さらに今度は女を利用して、まあ、男を釣ろうとしていると、まあ、非常に不快感が多く、ちょっとブロックしようかなと思います。確かブロック、あ、でき、どうやってやるんだっけ？これかな？ユーザー報告は違うんだよね、確か。はい。まあ、ちょっと後でやっておきますって感じで、まあ、皆さんもね、まあ、こういう、まあ、うさんくさいチャンネル、まあ、そうだ、私もよくね、うさんくさいって言われるんですけど、うさんくさいっていう言い方よくないね。こういう、まあ、えげつないチャンネルはね、気をつけていただきたいなと思います。って感じでお疲れ様でした。ではまた。